おっす、せっかく沖縄に来たので、sunabe選手の、総合格闘技の技術を、体験させていただこうと思います。sunabe選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おっす。じゃあまずは空手の、はい、突きからですね。左の追い突きを、はい、じゃあ打っていきます。はい、はい、おお、ちょっとゆっくりやります。はい、これに対して、はい、はい、もう一回いきます。はい、足を深く入れて、相手にぶつかっていきます。押す。タックですね。押す。ちょっと早くいきます。はい。はい、っていう感じで、タック取られちゃいますね。僕としてはこうなんか、重たい打撃を食らったような感じになります。はい、そうです。タックルを当てるときに、相手が崩れるぐらい、バンって強く当たれば、はい、そのままあのこけちゃうので、なるほどなるほど。はい、勢いが大切ですね。はい、カウンターで。カウンターで、はい、バンと。了解です。じゃあ今度は右のじゃあ下突きを、はい、スナブ君のボディに打っていきます。はい、はい、まずは打ってください。おっていう感じですね。今何をやられたかが僕分かってないんですけど、はい、ゆっくりいきます。はい、下突きをゆっくり、はい、やるときに、はい、もちろんボディを動かすのもそうなんですけど、はい、右手で相手の脇の間に手を入れて、はい、肘を引くようにしながら振ります。自分が横にずれながら振ります。するとサイドが取れますね。もう一回ゆっくり行きましょう。はい、トン振ります。ちょっと早めに行きましょう。押す、はい、あ、もう一回行きます。はい、押す感じですね。押す、ありがとうございます。で今度はじゃあ、はい、さあ右のアウトロー、はい、早めに振ります。はい、おおになったところ持ち上げます。もう一回ゆっくりいきます。はい、持ち上げる。でポイントとしては、はい、相手の足と一緒に自分の体が一体になることですね。僕の軸足、そうですね、これが遠いと、はい、まあ、相手が離れてるので、はい、持てないんですよね。あ、ここの空間があるってことですね。そうです。軸足を自分の体と一体化させます。一体化させます。はい、それを持ち上げる。ヨガベストです。あ、ありがとうございます。ちょっとじゃあ早めに。押す、早い右です。もう一回いきます。押す、こういう感じです。押す、ありがとうございます。じゃあ今度前蹴り。前蹴り、中段前蹴り、はい、中段前蹴り。押す、ポン。あ、押す、ゆっくりいきます。さばきながらサイドに、はい、で、総合格闘技だとそのまま首押す、取りに行きますね。押す、ゆっくり行きます。押す、さばきながらバック、首押す、いう感じです。押す、ちょっと早めに行きます。はい、っていう感じですね。おお、怖い、怖いです。前蹴り蹴ったので首取られますから怖いです。で逆に総合格闘家がやられたら嫌な、はい、嫌な動き、はい、前蹴りをちょっと突き上げる感じで、はい、押す、顎に向かって、はい、上段前蹴りっぽく、はい、いきます。するとさっきの振りができなくなりますね。高い位置なので、さばきがやりにくくなるという、はい、もう一回できなくなります。すいません。で、あとはタックルですね、はい、タックルに倒してもカウンターでポーンと、あ、タックル行こうとした時に上段前蹴りがポーンと、はい、合っちゃうのがあるので、はい、なるべくストライカーはそれをされないように、はい、しなきゃいけないので、はい、まあ、グラッ、そうですね、ストライカーからしたら突き上げ、突き上げで突き上げて蹴っていくと。そうです、はい、顎をめがけて、顎をめがけて、はい、が嫌ですね。押す、あとは打ち回し、打ち回し、はい、押す、こっちサイドから、はい、はい、こういうのまず総合格闘家がやらない打撃なので、あ、打ち回しってあんまり見ないです。不慣れですね。はい、はい、あ、なるほどなるほど。で、プラス、はい、相手の体が横に出ながら、あ、こっちサイド、そうです、相手の体が自分の正面にない状態なので、タックルに行きたくても相手がいないんですよね。あ、なるほどなるほどなるほど。基本さっきやった、はい、外回、外インドーとかだとは全部中に入るので、あ、自分の体がまっすぐぶつけられるんですけど、はいはいはい、横に回りながら出されると
正面にないんですよね。なるほどなるほど。なので体がぶつけられないんですよ。はい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 。だからもう一回ください。で横で行ったとしてもやっぱ力が逃げちゃうので相手が正面向いて切られて次に攻撃されるっていう、はい、なので打撃をする人からしたら相手を中に入れないことです。あ、なるほど。中に入れない。外側から、うん、外側から蹴っていく。このポジションを取るんだったらその受けにくい上段前蹴りなんかを選んで、はい、違う技に行く場合は正面に違うポジションを取って。そうです。まっすぐ全部攻撃出しちゃうと正面で当たっちゃうので、はい、全部タックルで取られてしまう。はい、わかりました。すごい勉強になりました。スナベ選手に冗談曲げ蹴ったら本当に砂だらけになってしまってすいませんでした。本当にすいませんでした。沖縄でいろいろと勉強できました。ありがとうございました。ありがとうございました。